奇妙なことに、以前人の日常生活があった住居とには、道には今でも雑草も木々も成長していませんでしたが、周辺は草木も伸び鬱蒼としていました。かつての住居は今では誰も暮らしていませんでした。山の稜線に沿って家々が並んでいます。この住居へ通じる道は東西南北の4つの道筋がありました。どの道も古くて細い道で、外部と通じていました。ただ細い道の出入口は鬱蒼とした草木で、トンネルのようになっていました。見ようによってはアーチ型の門のようでもあり、陰影によっては鳥居のようにも見えていました。住居へ着くためにはこのトンネルのような門、あるいは鳥居状の門をくぐり抜けなければいけません。車は通れます。道幅は車1台分あります。出入りするときにはのろしを上げて、今これから車が出る道や入る道を住人に知らせて、車がすれ違わないように気をつけています。誰もこの規則を破るわけにはいきません。今では稜線上に並ぶ家々から住人がいないはずなのに、出入口あたりに立つと視線のような気配が感じました。やはり誰か住んでいるのかな、まさかと思いましたが、人間でなければやはり霊の類のようなものなのだろうかと、稜線に沿って並んでいる家を見ながら考えました。今は昼間だ。それも晴れで陰鬱な天気などではない。昼間でも漂ってくるこの不思議な、いや不気味さは周囲の環境のなせる技なのだ。誰も暮らしていない住宅よりも一番不気味さを醸し出しているのは自然なのだ。この人の出入りのない自然という環境は、どのような舞台措置よりも異様な気分をにじませてくる元になるものであったのです。自然の中にあって住宅、言い換えると廃屋は、奇妙な異様さを感じさせるためには些細な雰囲気しか醸し出していないのです。え、なんだあの音は。人の声のように聞こえたが、やはりこの時を契機にほぼ人の声だ、人の声が聞こえてくる、自然の発する音ではないとしか思えなくなりました。誰かがいる、絶対誰かがいるのだとしか想定できなくなりました。奇妙な、自分の理解の追いつかない現象なのでした。かつて暮らしていたここへ私はしばらく住み着くことにしました。住み始めたその黄昏時期から、この家の中でぼんやりとした人型のような灰色を帯びた白っぽい煙のようなものを頻繁に見るようになりました。それとともに音も明瞭に聞こえてくるのでした。深夜になると周囲から視線だけがあちらこちらから集まってきて、私のいるところを覗き込んでくるのです。縁側の戸を開け放ち、廊下のところでマットを敷き、寝袋で体を休めました。まどろみ始めると部屋の中で時々奥の方から廊下の私の寝袋の足元の方を通り過ぎる煙のような不定形の塊を見ました。人の前の姿なのか後ろの姿なのかは判別しがたいのですが、視線を感じたらこちらを見ているのだなと思い、これはきっと前の方の姿だと思うことにしました。何も危害を加えられることはありませんでしたが、夢を見ると決まって追いかけられる、すぐそこまで恐ろしい、気持ち悪いと思い込んでいる存在が迫ってきますが、それ以上私に迫ってきたり触れたりはしませんでした。ただ恐ろしい思いを感じるだけでした。この恐怖感はこの土地に由来するものなのだろうかと考えを巡らせました。今は夏、それも真夏、8月です。山は麓に比べてやや気温が低めです。しかし夏という季節を迎えても、昼間ならばセミの声、夜になれば虫の声や雨が近づくとカエルの鳴く声などすら一切聞こえませんでした。蚊も飛んできません。夜中は風のそよ吹く音さえ聞こえない、静けさでありました。まるで音のないような空間が広がっていました。幸い私は衛星通信でしたので、電源さえあればスマートフォンやパソコンが使えました。もちろん電源は確保してあります。すでに誰も住んでいない、かつて自分が暮らしていた住居に戻って2日、3日の間過ごしてみようと思ったのは、懐かしさも手伝ってなんとなく良かったように思えました。山の稜線に沿って建てられた住宅は、生き物が例えば
虫や動物や大きめの草木などが避ける土地なのかもしれません。そしてあの視線はかつて住んでいた人の名残というよりも今漂っているもののけの視線なのかもしれないと思っています。これらの気配からは際立った危害を加えられたりはしませんが、ふとした時に何かに触られた程度の感触が残っていました。ご視聴感謝いたします。